はい、皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の感染者情報についてこちらです。はい、一番上の数字が感染者総数から回復者と死亡者を抜いたアクティブなケースとなっています。 46,803 人ですね。そしてその下の黄色の枠で囲ってあるところが1,594 人、これが新規感染者の数ですね。そして右側行きまして、こちらが感染者総数になります。72,269 人がフィリピン全国の感染者の総数となっています。真ん中の円グラフは、一番上のアクティブなケースのうち、いわゆる陽性の人たちというのがアクティブなケースなんですけれども、そのうちですね、マイルド、軽症の人が 90.1% いるということですね。ほとんどの人が軽症ということが表されています。左に行って NCR というのはマニラ首都圏。こちらの新規感染者が一番多くて971人。その次がセブで252人。その次がザンボアンガデルスールが来てますね。53人となっています。そしてネグロスオリエンタルが35人、リサールで26人というのが新規感染者となっています。はい、次です。こちら回復者ですけども、新たな回復者が342人出てますね。そして、回復者の総数は 23,623 人。そして死亡者は新たに6人出てまして、死亡者の総数は1,843 人となっています。その下のグラフは、死亡者の1日あたりの推移を表したグラフとなっています。そして今日はですね、これに加えて久しぶりにこちらのデータを紹介したいんですけれども、こちらは病院の中にある病床数の割合ですね、を表したものです。一番上は ICU のベッド、緊急治療室、全部コロナウイルス感染者用のものですけれども、赤い方がもうすでに占有されていると使われていて、青い方がまだ利用可能という数字なんですけども、ICU のベッドはもう 51.7% 使われてしまっていますと。これフィリピン全国でですね。そして次がアイソレーションというのは隔離病棟のベッドですね。こちらも、もうほとんど半分 50.9% は使用されていますと。まあ逆に言うと半分ぐらいはまだ余裕がありますということですね。そして新型コロナウイルスの患者さん用の病棟のベッドですね。は 56.2% がもう埋まってしまっていますと。残り 43.8% が利用可能ということですね。で、一番下は人工呼吸器です。これは以前から結構余裕があるんですけども、70.9% はまだ利用可能であるということですね。これ10日ぐらい前に紹介したんですけれども、その時よりやはり増えてますね、全体的に。特に真ん中2つ、隔離病棟と、あと一般病棟のやつは 40% 台だったんですけども、すでに 50% 台に両方ともなってしまっていますので、まあ感染者が増えてますので、こうやってベッドも徐々に埋まっているという状態ですね。そして以前からお伝えしてますけども、マニラとかセブとか一部の地域ではもうすでに病院の中で新型コロナウイルスの患者さん用のもうベッドがいっぱいになっているので、他に行ってくださいということが起きているという状態になっています。はい。今のが7月22日時点でのフィリピン全国の感染者のデータでした。続きまして私が住んでいるダバオ市を含めたダバオ地域ですけども、こちら7月21日の情報になります。こちらは、真ん中のオレンジのところに小さく書いてあるんですけども、新規感染者がですね、23人、そして感染者総数が993人、死亡者は新たには出ておらず、総数が43人、で回復者は新たに13人出てまして、回復者の総数が552人となっています。そして下の方の数字で、1日に検査をした439人のうち23人が陽性であったと。まあ、全体の 5% が陽性であったということがデータで示されています。で、左上の円グラフですけども、993人の感染者総数のうち、黄色の部分 40% が陽性の状態が続いていると。で、56% はすでに回復をしていて、4% が亡くなられているという、そういったデータとなっています。そして本日のメインテーマですけれども、じゃあ今、このフィリピンですね、どんな人がフィリピンに入ってこられて、また逆にどんな人がフィリピンから出ていけるのかという情報がですね、アップデートされましたので、それについてお伝えいたします。はい。こちらもですね、在フィリピン日本国大使館から連絡が来ている情報をもとにお伝えをいたします。フィリピンのイミグレーションの Facebook ページにもですね、この出入国に関しての情報は7月22日時点で更新されていましたので、それも同時にお伝えしていきます。はい。7月17日、フィリピン政府は、
8月の1日から有効な長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可する旨発表をしています。7月16日付、省庁間タスクフォース決議第56号及び入国管理局の Facebook によりますと、8月1日から長期滞在ビザですね。後ほど種類は細かく言いますけども、長期滞在ビザを持っている人は一定の条件のもとフィリピンへの入国認められると。ただしこれ大使館情報ですけども、海外から帰国するフィリピン人が優先されるとのことです。長期滞在ビザを持っている人は入ってこれるということですけども、いろんな種類が実はありまして、その中のどれが該当するのか、それも発表されています。それがこちらですね。はい。で、こちらイミグレーションの Facebook ページに掲載されていた情報ですけども、次のもののみがフィリピンへ入国することができると書いてあるんですね。じゃあどういった人かと言いますと、フィリピン人、そしてフィリピン人の配偶者およびフィリピン国籍を持つ者の子供で、それには文書での証拠が必要と鍵括弧の中に書いてあります。で、2つ目の丸がですね、認定をされた政府および国際機関の職員およびその職員の扶養者が2つ目の丸になってまして、3番目の丸がですね、外国のエアライン、航空会社のクルーメンバーまたは船の船員ということが3つ目の丸ですね。これは結構近いものがですね、もうちょっとアバウトだったんですけども、以前から実はこの条件で入国はできるということにはなってましたね。ちょっと内容がさらに扶養者がもういいとかっていうのが加わったりはしてますけども、新たに加わったのは8月1日からのものですね。下の方に書いてある長期滞在ビザを持つ外国人、外国籍の人も認めると、8月1日からですね。ただし、省庁間タスクフォースが定めた条件に従うこととも書いてあります。そしてこちらが8月1日から入国が認められる長期滞在ビザの種類ですね。ウェーガセクション13シリーズビザという13というのが頭についた ABCDEG のビザですね。そして RA7919 ビザ、EO324 ビザ、そして最後がネイティブボーンビザと書いてありますけども、実はこれ日本人に関係あるのはほとんど13の A と B ぐらいなんですよね。13の A と B というのは要は結婚している人、配偶者ビザになるんですね。私も実は13の B の方なんですけども、A というのは結婚して申し込んで1年目の人。で、それ以降は 13B になるということなんですけれども、はい。要は結婚してる人とか、あとはもう、要は永住権を持ってる人ですね。例えば、13C が移民者の子供ビザ、13の D とかはですね、13D、E、G とかはもうほとんど日本の、いわゆる日本人の人には関係のないビザとなっています。まあ、もともとフィリピン人だったけども、外国人と結婚してしまった女性で、またフィリピン人になりたい人とか、なんか特別のケースのビザですね。とかですね、外国で帰化をしたフィリピン生まれの人とか、というような本当に特別なケースのビザで、ほとんどの人は、要は観光客とかは一切これには該当しないことになっています。で、その次の RA7919 とかでもですね、これも特別な本当に特定の状況下でフィリピンの社会的統合プログラムを通して特別に居住していいと永住権が与えられた人ですとか、その次の EO324 っていうのも、これももう普通の人は該当しない、大統領令第324号に基づいて永住権を獲得した外国人とかですね、関係ないものになってますね。で、ネイティブボーンというのも、いわゆるフィリピン生まれの人ということですので、はい、ほとんどの人には該当しないと思います。で、以上の人しか要は入ってこれないんですよね。で、この長期滞在ビザがの人は入ってこれるって最初それだけパーンと報道されたとき、あ、じゃあ留学生はどうなんだとか、就労ビザ持ってる人はどうなんだとか、こちらでリタイアメントビザ持ってる人はどうなんだろうっていう話がバーッと盛り上がったんですけども、今回はそういう人たちはもう含まれていないということがはっきりと、今こちらで紹介したもののみですね。なので日本人で関係するビザといえば、もう結婚している人ということですね。まあもともと結婚している人は来れるともなってたんですけども、今回 13AB というので、明記されたという形になっています。さらに条件がありまして、この4つの条件ですね、を満たさないと入ってこれませんということで、まず1つ目がビザを持っているということですけども、それが有効であるということですね。入国時点で有効であるということですね。そして2つ目が、フィリピン政府により認定された隔離施設の事前予約をしていることとあります。3番目が新型コロナウイルスの検査の提供をしてくれる施設の事前予約があることとあります。そして4番目が到着空港及び渡航日の受け入れ能力に応じたものであることということですね。
要は今無制限に入ってこれるわけではなくて、フィリピンのタスクフォースがですね、決めた最大限のキャパシティ、インバウンドのお客さんのキャパシティというのがあるんですけども、それをオーバーしない状況で入ってくることということでなっています。なので、こういうことがきっと急なキャンセル等にもつながる可能性もありますよね。チケットは取っていたけども、いやもうキャパシティオーバーなので、次のにしてくださいとかダメですとか言われる可能性もあるということが、この4番目のもので暗示されていると思います。そしてフィリピンの日本国大使館はですね、詳細が明らかにされていない部分もありますので、個別事案の扱い、具体的な手続き等については、フィリピンの入国管理局、日本のフィリピン大使館等に確認をしてくださいとも念を押しています。で続きまして、こちらはですね、じゃあどんな人がフィリピンから出られるのかということですけども、はい、一番上の丸は外国人ですね。これは以前から変わっていません。で、次の丸、二番目の丸が、オーバーシーフィリピノワーカーズというのは海外で働くフィリピン人労働者ですね。で、これには中がついてまして、ただし、その行き先でフィリピン人が受け入れ可能となっていることとあります。そして、海外での永住権を持っているフィリピン人のことですね。で、こちらも同様に永住権を持っている外国人をその国で受け入れ可能かどうかっていうことが条件に含まれています。あと、4番目の丸が学生ですね。海外の学校で交換留学プログラムで受け入れてくれるという、そういったものにもう入学が決まっているフィリピン人の学生ですね。はい。そして、その下に書いてあるのが、2020年の7月22日から、不要不急でないアウトバウンドの旅行者もフィリピンから出ることができるようになりますと書いてあります。ただし、それにも国が決めた条件というものがあると書いてあります。で、それがこちらですね。観光ビザで旅行する場合は、往復の航空チケットを持っているということですね。そして、渡航先の国でもし感染してしまった場合の医療費ですとか、もし国から出られなくなってしまった場合にの滞在費ですとか、リブッキングフィーをカバーできる旅行保険及び健康保険に加入をしているということが条件と書いてありますね。で、そして観光省が定めた金額、もし海外で感染したりだとか、その国がロックダウンしてしまって出られなくなってしまった場合に、最低限必要な額というのを観光省が定めていまして、その金額以上を持っているということですね。そして目的地である国がそもそもフィリピン人とか受け入れてくれることが条件であるとも書いてあります。そして4番目がチェックインの際に渡航中のリスクについて、もしくは帰国するのが遅れてしまうというリスクについて、了解をしているという同意書というのを、チェックインの際に出さなくちゃいけないと書いてあります。そして最後5番目がフィリピンに戻ってくる際に国家で決められた国で決めている海外から戻ってきたフィリピン人が従わなくてはいけないルールに従うことと書いてあります。これら5つを満たした人が、まあ、海外に旅行できるということですね。これはフィリピン人のためですけども、まあ、もしかしたら、フィリピン人の配偶者ですとか、婚約者さんとかいらっしゃる方も結構私の動画を見てくださっているので、今回は一緒に紹介いたしました。はい。このように私の動画ではフィリピンの情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。